で、僕はね、さっきの話に戻るけれども、就職するときに日本代表になろうと思ったの。子供の時からずっとホッケーやってきて、ずっと日本代表になりたかったんだけど、就職して選手として、日本代表に入ることはもう難しいというか、もう100%無理なんだけど、何か違うことで日本代表になろうと思ったんだよね。それが今の仕事につながってるんだけど、みんなもだから日本代表なんだから、茨城でやってることでどうなんだろうとか、意味あんのかなとか、北海道とか行ってね、やっぱりこう強いところとやると、なかなか勝つことね、必ず勝てるわけじゃないけれども、みんながやってること、日頃やってることってのは日本一なんだよ。みんな15歳で家を出てさ、辛いこともあると思うし、でもこう同じ目標を持った仲間とさ、同じ寮で暮らしてさ、やってることは日本一なんだよ。なかなかこうインターハイで日本一になることは難しいけれども、みんなやっぱり休み明け、夏休みの最後の日とか、合宿に戻んなきゃいけない、翌日から合宿に戻んなきゃいけない、寮に戻んなきゃいけない時って、ちょっと腹痛えなとかさ、戻りたくねえなとかさ、そういうのあると思うんだよね。中学から水戸に来る、水戸慶明に入る、入学が決まった、家を出る、これが最後の夕ご飯だと思って、でも明日お昼にはもう水戸に行かなきゃいけない、でもみんなそういう気持ちに打ち勝ってさ、寮に来てさ、でみんなで一緒に同じご飯を食べてさ、同じ時間に寝て、同じ時間に起きて、同じ場所を掃除して、同じ学校で勉強して、同じリンクで吉澤先生の運転するバスに乗ってきて、やってることは日本一なんだよ。みんなの与えられてる環境の中で目いっぱいベストを尽くしてやってる。やってることも、日本人に合ったホッケーって何なんだろうと。O ゾーンでダンプする。確かに相手のゴールは近い。だけれども、ダンプしたら相手がパックを拾う。相手がパックを拾うってことは攻められる。そうじゃなくて、ニュートラル、あるいは D ゾーンに一回戻って、相手のゴールは遠くなるかもしれないけれども、自分たちがパックをキープしている以上は自分たちのチャンスなんだ。得点を入れる、自殺点はあるけれども、自殺点じゃない限りはパックを持っていれば、自分たちのチャンスだ。さっきキャプテンが言ったように、パスレシーブ、パスを基本にして、自分たちのパック、大切なパックを自分たちで守る。チームワークで、あいつがあっち行った、オーバーの位置、ちゃんと走ろう、疲れてるけど走ろう、あいつが苦しそうだ、近くまで行こう、どの角度がいいかな、ちょっと斜め、ここだったらパス出しやすいなとか。そういうことをね、みんな同じ寮にいるんだから、こう話ができる環境にもあると思うんで、そういうことをヨーロッパのエッセンスを取り入れた独自のホッケースタイルも、みんながやってることっていうのは日本を代表してることなんだよね。みんなはアジアリーグでやりたいと思ってる人はいますか？割とじゃあ大学行ってっていう感じなのかな。そこで一応の区切りという感じなんですか。チャンスがあれば上って感じですか。そうだね。みんなね、やっぱりこう、もっと小さい頃、小学校中学生ぐらいはアジアリーグでやりたいなとか、海外でやりたいなとか、もちろんね、今もね、アジアリーグでやりたいっていう希望を持ってる子もいるし、だけれどもどっかでホッケーをね、一区切りというか、これまで普通にやってきた、アイスホッケーやってきたんだけども、どっかで区切りをつけて、仕事だとか、いろんなね、勉強だとか、そういった方向にどっかで、区切りをつけなければいけない時が必ず来るんだけれども、でもね、一つ思うのは、でもみんなやっぱりアイスホッケーっていう一つのね、一つの道にみんな、同じ道を走ってるというか、歩いてるというか、進んでる仲間なんだよね。例えば、今もね、怪我してる子中にはいるかもしれないけれども、
その中で、まあ、ホッケーの進んでる中で、あ、ちょっと足痛い、怪我しちゃった、そういう時はもう休んでもいいと思うんだよね。立ち止まって治るまで、休んでもいいと思うんだよね。でも道は外さない、ホッケーの道の中にいつも身を置く。そうすればね、同じ道を行ってる仲間が助けてくれる、励ましてくれる、ね、肩を貸してくれる、あるいはね、監督コーチが水を差し出してくれる、マラソンじゃないけどこう疲れてんだろってこう水を差し出してくれることもあるかもしれない。そういう道に、ね、進んでいけば必ず、仲間が助けてくれるので、で例えば今度お医者さんになる、そしたらお医者さんの道を一生懸命、ね、進んでください。で一生懸命やっていればさっきの、ね、ホッケー部はすごいね、いいねっていうのと同じように、あの子はいいよ、一生懸命やってるよね、勉強一生懸命やってるよ、やっぱホッケーやってたんだってね、やっぱホッケー僕見たことないけどやっぱアイスホッケーの選手ってのはすごいんだなって、そこでやっぱりホッケーのね、まあ、道というかそのホッケーを代表している君はそのお医者さんの道に進むけれども、やっぱりそこでもね、ホッケーマン、アイスホッケーマンであるということは変わりがないんで、うん、でみんなもね、いろんなところに就職したりだとか、いろんな学校にこの後、まあ、水戸県名で終わるわけじゃないから、学校、就職ね、いろんなところに進むんだけれども、やっぱりね、みんなホッケーやってたやつってどういうやつなんだろうとかって、そういう目で見るんだよね。だからそこで、まあ、さっきの話の繰り返すけれども、やっぱりホッケー代表なんだよ、みんなは。そこできっちりやる、一生懸命やる、それが遠回りなようだけども日本のホッケーを良くすることなんだよ、うん、僕はね、まあ、ベースボールマガジンというところに入って、その時にアイスホッケーマガジンというのが、まあ、出てたんだけれども、まあ、僕じゃない人が編集を担当していて、なかなか僕はホッケーの仕事ができなかったんだよね。で野球だとか陸上競技の本を作ってきたんだけれども、6年前にアイスホッケーマガジンが休刊になってしまいまして、ホッケーの本やりたくてこの会社入ったのにホッケーマガジンなくなっちゃったんだ、会社辞めちゃおうかなとかね、この会社で仕事していくのなんか意味があんのかなとか、そういうふうに思ったこともあったんだけども、どうしようかなと。でもしかしたらもう一回出せるようになるかもしれないから、とりあえず頑張ろうと思ってやってきたんだよね。で、まあ繰り返すけど、野球だとか陸上だとかアイスホッケーじゃない競技だけれども、その本もね、まあ、自分なりに一生懸命やってきたんだよね。自分なりにまあ勉強してインタビュー、巨人の坂本だとか阿部だとか小久保だとか、そういう選手にこう話を聞いて、できるだけこう、まあ、ベストを尽くすというかね、そういうつもりでずっとやってきたんだけれども、まあ、入社して今年で4年目かな、ずっとホッケーの仕事ができてなかったんだけれども、去年夏に同じ部署のね、編集企画部という部署に僕はいるんだけれども、同僚の人が、山本さんアイスホッケーの出しましょうよって言ってくれたんだよね。いや、山本さんずっと休みの日もホッケー見に行ってるし、なんかノートつけたりとかで外国行ったりとかしてて、それ生かした方がいいですよ。いや、もうみんな応援、もうだからホッケーやりましょうよって言って、社長のところに言いに行ってくれたんだよね。あんまり会社の中身の話をするのも良くないと思うんだけど、でホッケーの方ができることになって、まあ、去年久しぶり5年ぶりにホッケーマガジンというのを出せることになったんだけれども、その時に思ったのが、あ、俺にとって野球や陸上の本作ってたことってアイスホッケーやったってことなんだなと思って、どういうことかっていうと、野球や陸上の本作ってアイスホッケーと何の関係があるのって、まあ、思う人もいるかもしれないんだけど、でもそこで一生懸命やってれば周りを応援してくれるんだなっていうことなんだよね。俺はホッケーやりてえから野球の本か作ったら劣化やと、俺がやりてえのはホッケーの陸上なんてもうやんねえよってやってたら、多分
誰も応援してくれなかったのかなって思って、その時にあ、またアイスホッケーから教えられたなっていうか、自分はホッケーが好きでできなかったけれども、ホッケー以外のことを頑張れば周りが味方してくれるんだなっていうことを思ったのね。その時に、あ、司先生、鈴木先生が、駒大苫小牧の鈴木司先生が言ってたことってこういうことなんだなと、ホッケーを知らない人に応援してもらうことってホッケー界のためにとって必要なんだなと思ったのね。で、まあ、これからお医者さんになるとか弁護士になるとか教員になるとか、まあ、あるいはね、エリートサラリーマンとして、あるいは銀行だとか、いろんなところでみんな活躍してると思うんだけれども、ね、いつもホッケーのね、アイスホッケーマンとしてのここで学んだことと誇りと、自分はホッケーを代表してるんだという気持ちを持ってね、誇り高く胸張って大きな声で人の目を見て話をして、そうすることがね、日本のホッケー、ほんのちっちゃいことなんだけれども、ね、日本のホッケーマンが全員そういうことをやれば必ずこの国のホッケーは前進するんだよ。で、みんなと、まあ、今日こうやってね話をすることができた、まあ、これは僕にとってもすごくプラスで、ね、初めてこういう講演というか、僕はいつも皆さんと同じ側に行ってこうメモを取ってる側だったので、今日初めてこういう機会をもらったんだけれども、それもやっぱりホッケーの道をずっと進んでたからこそ、まあ、与えてもらった一つの機会なのかなと、一つの経験なのかなと。でみんなもね、この後ホッケーを続ける子、あとは、まあ、やっぱ仕事をメインにしてちょっとホッケーお休みっていうことがあるかもしれないけれども、でも一生アイスホッケーマンなんだよ、ずっとホッケー選手なんだよな。たとえ1週間に1回氷乗らなくても、1年2年ホッケー氷乗らなくても、ずっとホッケーマンなんだよ。みんなはその気持ちを持って、ね、日本全国繰り返しになるけれども、みんながそういう気持ちを持っていけば必ずこの国のホッケーは良くなる。僕はそれを信じて、君たちと一緒にね、これからもホッケーの道を進んでいきたいと思うし、そのホッケーの道の先に何があるのかね、何があるのかな、きっと多分いい未来がね、君たちが作るホッケー界のいい未来、いい将来というのが待ってると思うので、僕は、まあ、選手としてコーチとしては日本代表になれなかったけれども、お伝える側として君たちと同じ、ね、道に、いますので、これからそのホッケーの、日本のホッケーを良くするこの道の先に何があるのか楽しみに、ね、何が待ってるのかを楽しみに、これからもみんなと一緒にホッケーの道を歩んでいきたいと思います、はい、こんなところです。あ、どうも今日はありがとうございました。